関東連合元リーダーの石本太一氏がブレイキングダウンへの殴り込みを画策し話題になっています。2013年に六本木クラブフラワー襲撃事件の主犯格として逮捕された後、2016年に懲役15年の実刑判決を受け、現在も服役中の石本太一氏。石本氏は獄中からブログを頻繁に更新していますが、現在ブレイキングダウン運営陣の一人である瓜田純氏とは相当な因縁があるようで、2023年更新のブログにて、金村隆弘くんが殺害された事件で犯人を知っていながら自身の著書で、その事件の襲撃メンバーは山口組あきら連合会の T とつながりがある不良たちで、八王子から6人、練馬から2人、中野から1人、その中に瓜田の親友である木村兄弟は現場にいなかったと書いています。木村兄弟をかばうためにそのように書いたのだと思いますが、そのようなミスリードを誘うようなことを確信犯的に書くのはもはや犯人隠避に変わらないのではないでしょうか、と瓜田氏への恨みを綴っています。被害者の金村氏は関東連合における石本氏の先輩にあたる人物であったため、瓜田氏に対しすっきり清算してから次へと進んでもらいたいなと個人的には思っています、と発言し、その憤りをぶつけました。これに対しブログ閲覧者からは、石本さん vs 瓜田さんがブレイキングダウンで見てみたいですなどのコメントが寄せられましたが、石本氏は本人が嫌がるんじゃないですか、全ての嘘がめくれてしまうから自分には会いたくもないでしょうきっと、というかその前にブレイキングダウン側がアンタッチャブルな存在みたいな自分のことは触りたがらないでしょうね、エンタメの枠を超えてしまう恐れがあるから、などと自身の出所予定が2031年であることも含め、ブレイキングダウンへの出演は現実的ではないような発言をしました。しかし後のブログでは、今の自分は自由が利かない立場なので、ブレイキングダウンに自分の代わりの資格を送り込むというのも面白そうですよね。ブレイキングダウン側はきっと引いてしまうのでしょうけど、でも皆さん、どんなことでもガチで危なっかしいやつが見てみたいですよね、と資格を送り込むことを示唆しました。石本氏によれば、瓜田氏との因縁をきっちり清算するのが目的で、ルールにのっとった上での対戦を希望しており、襲撃やリンチのような物騒なことは考えていないそうです。もし石本氏による資格の送り込みが成功すれば、ファンとしてはこれ以上ない興味を惹かれますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。